コ、えー、クーリーアラボをですね、えー、マクシム・ド・パディが監修したホワイト塩キャラメルチョコレートなんですけれども、えー、製造されてらっしゃるのがですね、三菱食品株式会社、東京都文京小石川一の一の一。その北広、北島工場ですね、北海道北広島市中央6の14の1で釣られているということで、コンビニで買ったんですが、ちょっと食べてみたいと思います。 このね、パッケージからしてもちょっとしずる感があるっていうか、そうらいますよね。ここからオープンということで、ちょっとあげてみます。ほう、おなんと、こういうなんか透明なパッケージです。なんか見たし、あ、しかも、ちょっと待って、あ、そうか、そうか、2種類入ってるってことか。ホワイト、それから、えぇ、ー、塩キャラメルこれが、えっとね、中身、ホワイトが3で、塩キャラメルが2、えぇ、ー、2入ってましたね。はい。 に入ってましたじゃあどっちかいこうかなホワイトから行こうかホワイトから行きますねこの2種類入ってると面白いね2種類入ってるホワイトから行きますうんうんこれはこれはうまいで美味しいですねえっ、ー、とフランスの伝統的レストンマクシム・ド・パリ監修北海道産の,その 塩を使用した、えー、風,味風味高いホワイトチョコレートと、オホーツクの塩を利用し使用し、ビターに仕上げた塩キャラメルチョコレートのアソートをお楽しみにくださいと。ですから、この、今ホワイトチョコレート食べたじゃないですか。うん。あ、美味しい。うん。ホワイトチョコレートって、美味しいんだよね <laughs>。これで、こっちが塩キャラメルチョコレートなんですけど、オホーツクの塩を使ってると。 うーん。うーん。うーん。うん、うん、面白いなぁ。キャラメルの香りと、あの、独特の甘さと、塩が、うーん、なんとめないマリアージュのやつで、ホワイトチョコよりもちょっとこっちの方が複雑な味ですね。うん。だけど、 今、ホワイトチョコレート。今、それで、塩キャラメルチョコレートの順番食べてるじゃないですか。これね、このコントラストの妙ですね。これはすごい発明だね。つまりだから、この2種類が揃って、初めて立ち上がるクオリアがあるっていうか、クオリアのその時系列っていうか、アフターテイスト、残る味と、えっ、ー、と、横、予兆っていうのが、今だから、塩キャラメル食べて、この後またホワイトチョコレート食べると、あの、なんていうか、その、塩キャラメルを食べたことによって、<laughs> プライミングされて、立ち上がるコアチョコレートのクオリアィもあるでしょうし、それから逆に、えっ、ー、と、えコ、ー、アチョコレートを食べてるときに常に塩、常にもう塩キャラメルを予想してるっていうかなんか、そういうなんか、この、この交互に食べるっていうのかな、これな。これは一つの発明だと思うわ。なるほど、こういうパッケージの仕方もあるんだね。そこも含めてきっとマキシムとパリの、えぇ、ー、監修が入ってるのかな。ついうは味のマリアージュってのこういうもんなんだっていう。 一個一個で一つの宇宙を作ってるだけじゃなくて、それが一緒に時系列で味わわれることによって立ち上がる何者か,かってことを学ばせていただきました。えー、マクシドッパリ確か、えー、コンビニで買ったような気がします。<laughs> ホワイトショオ、キャラメルチョコレート。いろんなものコンビニで売ってんだね。脳の共用チャンネル登録お願いね。マリアージュだよ。